Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. はい、どうもメガドライブ大好き阿部知です。10月の、27日ですね、この日に、秘密のメガドラ会が、あるということで、まあ、メガドライブの、生誕35周年になるんですよね。うん、その発売日の前日に、イベントがあるということで東京の方に行ってまいりました。せっかくなんで、秋葉原にまでちょっと足を伸ばしまして、ゲームセンターのヘイにまず行きました。こんな感じでね、写真で見る通りに本当にいろんなレトロアーケードゲームがたくさんもあるわけなんですけども、こういったリッジレーサーとかね、こういう筐体もありますし、一応台東さんの、ゲームセンターなのでダライアスとかね、置いてまして、ダライアスはねやりたかったんですけどちょっと残念ながら故障中でした。ダライアスバースト EX とか、あと忍者ウォリアーズとかね、こういった3画面筐体のゲームとか置いてまして、ダライアス2の方は遊べましたので、実際に遊んでみました。ただ残念ながら、プレイ中の動画がねうまく撮れてなかったので、こういったデモ画面の方をちょっと映そうと思うんですけども、まあ、やってみて思ったのは結構磁気とかね鉄器の画面が実際のアーケードゲームだと結構でかいんだなっていうことが あって、結構ね迫力がある感じで遊べました。それから、今度はアーケードメモリーズボリューム2ね、イーグレット2ミニの、対応ソフトですけども、その中に収録される予定のオペレーションウルフをちょっと遊んでみました。まあアーケードメモリーズの方はサイバースティックが対応するということなんですけども、まあ、実際のガンでねちょっと先駆けて遊んでみて、その辺の操作感の違いとかそういったものをねなんかレビューできればなみたいな感じでちょっと遊んでみたんですけども、なかなかね、楽しく遊ぶことができました。それから、お隣の、ギーゴ3号館にある6階のレトロゲームフロアレトロジーの方に行ってきました。ここはまあ、セガが運営している、ゲームセンターということで、セガ系のゲームがね結構たくさんあるということで、今映ってますアフターバーナーとかスペースハリアとかねありますけど、まずはスペースハリアをちょっとやってみました。まあ、こちら筐体自体が、動くものではなかったんですけども、まあ、こういうね操縦桿でプレイすることができると、いうことでやってみたんですけども、一つ気がついたのが普段我々、連射がねついてるラピッドファイヤーに慣れてるせいもあって、この操縦桿を持って結構こう人差し指とか親指でこうカチカチやらないといけないんですけど、これがね結構大変で、まあ、普段連射とかこのラピッドファイヤーを使えば打ち抜けるであろうキノコとかね障害物に結構ぶち当たってしまうことがあって、割とこの連射がないっていうのはね難易度が上がるんだなっていうふうに思いました。それからサンダーブレード、こちらはねちゃんとシートが動く、形の筐体だったのでこちらをプレイしてみました。でまあ遊んだ感じとしてはこういう筐体で遊ぶとねちょっと難度がすごい上がるのかなと思ったんですけども、意外と自宅で 3DS で遊んでる感覚とねそんなに違わず遊べたんですけども、ただやっぱ臨場感はねすごくありました。まあ今ちょっとねそのカメラの方を体にこう固定してねやってるんで、こうちょっと酔いそうな感じにこう左右に動くんですけども、まあ実際にね、ゲームのプレイをする感じとしてはこんな感じで左右に揺れたりとかね、しながらなかなか、臨場感のある感じで遊べています。でここから船のね戦艦と戦うステージに行くわけなんですけども、まあここなんかは本当に左右にこうね振りながら弾を避けながらこう撃破していけばいいというところなので、割にこういう筐体でもさほど、操作は難しくないんですけども、うん、それでもこうね左右にこう揺れるっていうのはすごいね体感ゲームならではの体験だなという感じがしましたね。それから、アウトランのムービング筐体の方もねありましたんで、これも何十年ぶりかな、昔、小学生の時に、なんか屋上のデパートに、ね、置いてあるアウトランの筐体で、遊んだぶりぐらいですので、それこそもう30年以上ぶりぐらいにね、ムービング筐体のアウトランで遊んでみました。でやっぱりねこう、うちにもアーケードワンナップアウトランがあって、こうハンドルでねプレイできるんですけども、やっぱりこう機体がねこう左右に揺れるっていうのはやっぱり臨場感がね全然違うなというところですね。うん、なのでまあこれねカメラの方を、お腹のあたりに固定してたんですけども、多分こう途中でね、コロッとこけるとこが出てくると思うんですけども、まあ、それぐらいこうね筐体がしっかり揺れてという感じでした。であとアーケードワンナップアウトランの、ハンドルっていうのはちょっとね若干の重さがあって、それがまあリアルな感じではあるんですけども、
意外とこの本物の筐体のハンドルって結構スルスルっと動く感じで、そういう重さが意外とないんだなっていうのがちょっとね、今ちょっと倒れましたけどね、うん、なんかそういうのが意外とこの記憶、残ってる記憶とまたちょっと違う感触だなっていうふうに思いました。まあでもすごくね操作はしやすくてすごくプレイしやすかったですね。とは言ってもね、アーケードワンナップアウトランを持っているにもかかわらず、さほどアウトランの腕が上がってない、僕ではあるんですけども、それからセガラリーとかね、本当にセガの主要な体感ゲームっていうのはこの、デイトナ USA とかね、そういうのはほとんどね揃っていて、全部遊びたかったんですけどね、このクレジタクシーもちょっとやりたかったんですけども、時間がなくてこの辺は、見るだけみたいな感じになりました。バーチャレーシングもねもうプレイしたとしたらもう何十年ぶりになると思います。でとりあえずスーパーハンゴーに関してはちょっと最後にプレイしてみました。まあ、これもね僕も小学生の時に遊んだので、筐体をね小学生のこの、身長体型でこう横にね重きそ倒すっていうのが結構難しくて、まあ大人になった感じでね、プレイしたらどうかなという感じで、やってみたんですけども、まあやっぱりスーパーハンゴーはそこそこ難しいですね。うん、なんですけどこう思いっきり筐体をこうガタッと倒した時に思いっきりこうカーブが切れる感じっていうのはすごいね爽快感がある感じですね。今こうガクッといってこう画面が見切れてますけども、これすごいね楽しい感じでした。でもやっぱり難しいね、この後障害物に多分ドーンといっちゃうと思うんですけども。それから、こちらがね本来の目的であった、メガドライブ35周年記念パーティーですね、こちらに、参加してきました。まず会場入ったらですねいろんなタイプの、メガドライブのハードが置いてあって、メガ CD ラジカセですね、うん、これも僕は実物をリアルで見たのは初めてですね。それから、ワンダーメガですね、うん、これもまあなかなか今ね手に入れようと思うとなかなかお値段がねするしのものですけども、でこちらが、ジェネシスですね。ジェネシスミニじゃなくて本物のねジェネシスが、置いてました。これも僕リアルに見るのはね今回初めてでした。それからこれね圧巻だったのが、メガドライブ全ソフト、メガ CD 全ソフト、セガマーク3の全ソフトを、展示、してました。これは本当にねめちゃくちゃ圧巻でしたね。これとかねこの真ん中のサンサンっていうやつ見たことあります？これなんか囲碁のネットワーク用のなんかソフトみたいでメガモデムでね遊べるものだったみたいなんですけど、これね見たことも聞いたこともなかったんで見た方いろんな方がねこれなんだろうっていう風にねあったんですけども、まあ、ちょっとどういうところでね実際、使われていたゲームなのかっていうのはちょっとよくわからないんですけども、こんなものも展示されていました。こちらオフ会の方にも参加していただいた333SPGTO さんのハングオンの、LCD ゲームですね、こちらも見せていただきました。これ、ね、めちゃくちゃ珍しいですよね。でイベントの方がスタートしまして、一番左が先日、対談動画も、受けていただきました芦塚森雄さん、それから真ん中が、セガのマジンさん、マジンさんはまあメガドライブのね時からゲーム開発をされている方なんですけども、メガドライブミニ2の拡大縮小の時にねいろいろ教えていただいたりとかでねちょっと縁ができた、方です。それから一番右の方が、声優の、上間恵美さんですね。ちょっと僕のね写真があまり良くないんですけども、めちゃくちゃねこの方可愛い方で、で歌もねすごく上手な方で、一番最後に、ユミミミックスの、エンディングテーマの元気元気元気をね歌っていただいたんですけど、すごいね素晴らしかったです。それから、いろんなねゲーム対決イベントっていうのがあったんですけども、僕は、スーパーファンタジーゾーンのゲーム対決に参加させていただきました。このね対決ですね台東の富山さんとか、すごいメガドラマニアの、メガドラーさんとかですね、先ほどの 333SPGTO さんとかですね、たくさんの、競合の方が参加されたんですけども、まあここにね、僕のファンタジーゾーン愛がどれぐらい、通用するのかというところでね、挑戦をしたんですけども、まあ、とりあえずねこの基地を、いかに早く破壊するかっていうのがポイントかなというところで、このショットとボムを同時に当てるっていうところをねちょっと意識しながらやってみました。で鬼門なのがねこの一面のボスなんですよね、うん、
この一番最初のね、初発の弾が結構ね、他の方も当たってやられてたりとかしたので、これをうまくね避けて、ボスを撃破して、次2面はとりあえずセブンウェイショットで、いかに早く、基地を破壊していくかっていうところでね、もうかなりね手がつりそうになるぐらいね、ラピッドファイヤーは一応禁止というルールだったので、ひたすら連射をして、基地を、やっつけていくというね形で進めていって、なんとかねボスまで、行けました。あとはまあやられないように、でもなるべく早くねこの2面のボスを撃破したいというところで、まあ、頑張っているところですけど、時間がねだいぶ迫ってたんですけども、あとは最後のね、残りの砲台をこのボムで、見事、撃破、もうすぐ撃破すると思うんですけども、してなんとかね行けました。で今回のタイムアタックで2面のボスをね倒せた方が他にいなかったので、なんとかねここで行けた。あと残りのね、秒数が少なかったので、基地を1個でもね倒そうということでね焦ったところ体当たりをしてしまったんですけども、実は結果ねそれがそうして、実は体当たりでも、敵基地を倒したことになって得点が入ったんですよね。だから作戦的には実は OK だったんですけども、これで、僕は見事優勝することができましたということでね、ウェイブマスターさんの、景品の CD を見事ゲットすることができました。で今回実は、YMCK の中村さんもイベントに参加されてまして、まあ、中村さんがね遊んだことのないメガドラソフト全ソフトがねありますんで、ちょっと遊んでみようということで、まずはバトルマニアをね遊んでみました。それからツインクルテールもね遊んでみました。このゲームね普通にアクションゲームとしてすごくね良作で、グラフィックもすごい綺麗なので、これねメガドライブミニ2に入らなかったのすごい残念なんですけども、いつかね復刻されて遊べる機会があればいいなというふうには思いましたね。それからメガドライブ35周年記念の、バースデーケーキですね。これ本当にね食べるのがもったいない感じのね、メガドライブの本体の、マジパンとかがね乗ってるケーキなんですけども、その後ろに、メガドライブ最初期の4タイトルが映っているというなかなかシュールなね、絵になっています。それからこちらはビープ21さんの、公式アカウントで上げられていた、写真をちょっと引用させていただいてるんですけども、まあ、ちょっとね、イベントの中でいろんな、レジェンドの、方とも僕はお話しさせていただいたりとか名刺交換とかさせていただいたんですけども、ちょっとなかなかね、写真を、一緒に撮りましょうとかっていうのがなかなか言い出せなくて、ちょっと中にはね、写真とか、SNS で写るのが NG な方とかもいらっしゃったので、ちょっとそれもあってね、なかなかできなかったんですけども、まあこの写真があるのでね、どういった方がね参加されていたかっていうのがね一部わかるかと思うんですけども、ここに写ってない、他の皆さんが知ってる方でいう と、奥成さんとか、あと堀井さんとか、内藤寛さんも、いらっしゃいましたし、あと光吉さんもいらっしゃったし、鶴見600さん、ビープのね元ライターさんの、秘密芋吉さんですよね、もいらっしゃいました。でまあ、大体ほとんどの方とね僕もいろいろちょっとこう緊張しながらお話を、させていただくことができてね、本当になんかもう夢心地の一日でした。本当に今回のイベントにご招待いただきました足塚盛雄さんに本当にもう感謝という感じです。もう僕はねもうこれだけの、体験ができたので、もうこれでね、アベッチオンラインを、終了してもいいんじゃないかと、いう気持ちにも、なるんですけども、いやでも終われませんこれでは終われませんので、まだまだアベッチオンラインは、続けていきますけども、まあそれぐらいね本当にもう最高の、一日でした。で、この模様は、おそらくビープ21さんの方で、実際の記事として起こされると思いますし、あとレジェンドのクリエイターさんに、インタビューを多分行ってたと思うので、そういったものとかも記事化されると思いますので、ぜひ気になる方は、ビープ21の方もね購読していただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでメガドライブの快進撃はまだまだ続いていくと思いますので、これからもみんなで、メガドライブを楽しんでいきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。阿部一でした。バイバイ。